イング男爵、ピーター・アンソニー・イングは、イギリスの陸軍軍人、一大貴族、政治家。1992年から1994年にかけて、陸軍の参謀総長を務め、ついで1994年から1997年にかけて、統合参謀総長を務めた。軍人としての最終階級は、陸軍元帥。百九十七年に一大貴族イング男爵に、 生され、貴族院議員に列する。1935年8月5日に、レイモンド・インゲとその妻、グレースの息子として生まれた。リーキン・カレッジを経て、サンドハースと王立陸軍士官学校で学ぶ。1956年に、陸軍グリーンハワーズに入隊した。1958年7月27日に中尉に、昇進。グリーンハワーズ連隊第一大隊に所属し、 1958年から1959年にかけては大隊とともに英領香港に駐留した。ついで1959年から1960年にかけては大隊とともに西ドイツ駐留のイギリス陸軍ライン軍団で勤務。1960年には第四不評師団司令官付副官に就任。1962年7月26日に退位に、 昇進し、グリーンハワーズ連隊第一大隊付副官となる。リビアで任務に就いた後、1965年に、キャンバリーの参謀大学で学ぶ。1967年1月に、国防省陸軍参謀部に勤務。1967年12月31日、少佐に昇進。1969年に大隊に復帰し、1970年6月から8月に、 かけては来た、アイルランドで任務についていた。1971年8月から1972年10月まで、第11総行旅団に、旅団参謀少佐として勤務。1972年12月31日に、中佐に昇進。1972年10月から1974年12月に、かけて、キャンバリーの参謀大学の教官を務める。 1974年12月から1977年2月にかけてはグリーンハワーズ連隊第一大隊の司令官を務め北アイルランドやドイツベルリンなどで任務に当たった。1976年12月31日には大佐に昇進。1977年2月から1979年12月にかけて三謀大学の巡視団の司令官となる。 1979年12月から、ライン軍団のタスクフォース C の司令官となり、1979年12月31日に、順庄に昇進した。1982年2月からドイツ中流のまま、第一軍団の参謀長に就任。ついで1983年12月から、ヨークの第二不評師団総司令官を務めた。 1984年4月16日に少々に昇進。1986年2月から1987年5月にかけては国防省陸軍兵担総官を務める。1987年8月8日、中将に昇進するとともに第一軍団の総司令官に就任。ついで1989年11月から北大西洋条約機構軍の北部陸軍。 集団司令官とイギリス陸軍ライン軍団最高司令官に就任した。1990年9月3日に対将に昇進。1992年2月にイギリスへ帰国し、陸軍参謀本部総長に就任した。1994年3月15日に統合参謀総長に就任するとともに、陸軍元帥に昇進した。1997年4月まで務めた。 1997年7月21日、一大貴族、シャクイーカウンティオブ、ノース・ヨークシャーにおける、リッチモンドのイング団尺に乗され、貴族院議員に列した。貴族院内における党派は、中立派である。2001年4月23日、女王エリザベス2世より、ガーター騎士団ナイトに乗される。2006年6月19日のガーターセレモニーの際の、ガーター騎士団員。 イング狂言水、ありがとうございます。